皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も何でもセールスマンで遊んできます。さあ11章いきます。期間限定メニュー、何でしょう。何ですか、社長室ですか。社長室別にあったんですか。くめたコーヒーさんだった。限定メニュー、マシマシランチコーヒーフロート。お、いいですね。量が多いってことですか、マシマシと。あ、コーヒーがマシマシしてるんですね。エスプレッソ2倍みたいな。ローソンさんが確かされてましたよね。私も出た当初すぐに買いに行きましたけど、コーヒー好きでしたので。さあ今回の商品は何でしょう。ん、双眼鏡。あ、デジタルカメラ。あー、あれですか。と、洗濯機ですかね。ドラム式ですね。ビデオカメラですか、ホームビデオとかですか。さあ、あれ、あ、事務長が変わったんですか。さあ新しい方が、黒木香織さんがいらっしゃった。ディスコジュリアナでアルバイトしてましたと。昔の気を取り戻すためと、良きかなと。さあ1時間で130万円稼いでくださるんですが、すごすぎませんか。ちょっとさすがバブル世代ですか。さあ、では行きましょう。じゃあビデオカメラから行きますか。今日はビデオカメラですかね。いや多分なるほど系ってあれなんですよね、ビデオカメラないんですよね。今まであったような気がするんですけど、昔小さい頃あったような気がしますね。私は見たことないんですけど、あるのお借りしてから録画したんですかね。昔ビデオでしたからね、デッキが。さあでは訪問いたしましょう。ジャーネットさん、お、初めて外国人の方ですか。どんな方ですか。おお、はい、どなた。アルバイトの中田と申しますと。おすすめしたい商品がありまして、近隣をお伺いさせていただいてます。少しなら時間取ってあげてもいいけど、みたいな、そんな感じですかね。なるほど、結構うまいですね、外国人と喋り方。ではですね、行きましょう。シャンデリア、低くないですか。頭落ちますよ、この低さ。さあ、やっぱ勝たないですね。おお、21個も。すごい。でもちょっと待ってくださいね。テンション高くないですか ?18000。パワーが違いますと。超恐怖、3歳児から使える。いや、もうわかんない。この最初の文言が。グッドですかね。お、エクセレント。消えましたね。これエクセレントでも、あれですよね。20点だったら25点だったりするから難しいですよね。皆さん持たれていますか、ビデオカメラ。私はもう、あれですね。何でしたっけ。一眼レフカメラ持ってますから、それで全部お取りしてますね。まあ、なるほどブログも出してますから、ぜひ、なるほどで、ブログですか。なるほど10ブログで検索ですね。お願いいたします。さあ、これは取るでしょう。バッチリですね。大体運動会とかですかね。よくお見かけするの。サメに食べられて、サメの中映すぞみたいな。ああ、 4K ってあれですよね。なんか綺麗みたいですよね。私多分 4K じゃないんですよね。でもまた 8K とか出るんでしょ確か。あ、見てなかった。何でしたっけ、真ん中にします。シャッターがない。使いやすいが正解ですかね。これグッドですか。あ、バットですか。まあそうですよね、テンション下がっちゃった。29万円と。まあでも、そうですよね。カメラも結構ピンキリですからね。私も一眼レフは持ってますけど、お値段多分一番お安い感じのでしたからね。私が購入した時は4万円前後だったんですけど、お値段高いのは2、30万しますからね。やっぱピンからキリまでしますよね、お値段も。まあそれだけ性能がいいんですけどね、やっぱり。さあ、これは運命と。この商品は私に買われるために生まれてきたのよと。あ、どんな喋り方でしたっけ、忘れちゃった。おほほ、日本語ですよね。金いったわ、43個もらおうかしらみたいな。さあ、43個も販売できましたね。あれ、テンションはマックスなってる、いつの間に。すごいですね。大富豪の方、あ、来られないですか。いやー、やっぱパワーが違うんですね。で、私もゲーム実況をさせていただいてますからね。ビデオカメラ
なんか使いたいですよね。やっぱ日常の動画か何か撮らないといけないってことですか。ゲーム実況は関係ないからですね。画面が戻っちゃった。さあ、ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。次回は、縦型ドラムですか、洗濯機をですね、売りに行きますのでよろしくお願いします。おっと、工事費も工事できますね。8000万ですけど、私結構あれですよね、部下の方に、稼いでいただいてますから、たくさん貯まりますからね。もうにゃんこ先生さんたち抜いてるような気がしますけど、右上の動画も今着々とですね、動画見て増やしてますからね、名刺を。さあ、ではですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。